瞬間移動は超能力の一種で物体を離れた空間に転送したり自分自身が離れた場所に瞬間的に移動したりする現象及び能力のことである。テレポートもしくはテレポーテーションとも言う念力の一種と考えられている。物体や自分自身の体に対して粘度力を適用することによって空間を非連続的に飛び越えさせ 文字通り瞬間的に二つの地点の間を移動する能力、技術のことを指す。小説、漫画、アニメーション、コンピュータゲームなど様々なメディアの SF、ファンタジー作品に登場し、その能力を持つものは、テレポーターと呼ばれる。テレキネシスを空間に対して適用したり、あるいは何らかの科学の力によって空間を歪曲して、二つの地点の距離を物理的に、 接近させた上で移動する空間は曲とも根本的に異なるがしばしば混同される。見かけ上は同様に見える亜高速、超高速移動により空間を動く短時間で物理的に移動する能力、技術とは根本的に異なる。また別の要例としてステージでよく行われるマジックで移動に要する時間は考えないで通常では 物理的に不可能だと思われる距離、位置関係の移動を行う出し物や演目を称する場合もある。実際に確認された事例は存在しない。粘動力、テレパシーなどと並ぶ超能力であり、瞬間的に移動する能力としては、アルフレッド・ベスターのトラヨ、トラヨのジョーンとやフレドリック・ブラウンの火星人、ゴーホームのクイムもほぼ同じものと思われる。 自分以外の物体に対して行う能力を特にアポートと呼ぶことがある。自分自身が能力を発動させて移動するのなら、ともかく質量を持つ実体物を閉鎖空間から別の場所へ、また外から閉鎖空間内へ移すのは非常に困難とされ、これができる能力者は同じ超能力者たちからも異形の目で見られる。二転換の空間を飛び越えて瞬間的に 目的地に物体を転送したり、自分自身が移動する能力である。ほとんどの場合はこちらに当たる。この能力に共通する性質として、次のようなものがある。対象物として、次の二つに分けられる。また、能力の描写の方法については、次の二種類のものが多い。移動先の目的地については、次のような制限を設けられることがある。先に述べたように、移動先に、 固形物があった場合、その物体と体の物質が融合することから大爆発を起こすという設定がよくあるが、もし固形物がなくても、気体や液体も分子から構成されており、真空に移動する以外には必ずこの現象が起きるはずという指摘がある。それを回避する考えが、離れた場所へ移動するのではなく、離れた場所の空間とこちらの空間を置き換える。 という考え方である。この場合、固形物に突っ込めば、人型の塊が元の場所に出現することになる。人間が目にもとどまらぬ、速さで移動することにより、瞬間的に移動したように見えるという能力である。高等無形なバトル漫画などで、高速で瞬間的に移動したような描写はよく見られ。 それに瞬間移動という故障を用いる例もあるが、蒸気の空間を飛び越えるものと明確に区別されている例も多い。多くの場合、移動先との間に壁などの障害物があった場合は、破壊しない限り通り抜けることはできない。多くの場合空気抵抗等は無視されている。また、高速移動を繰り返すことによる残像現象を利用して分身したように見せる技もよく描かれる。 何らかの科学的技術により同様な現象を起こすための機械が登場することも多く、そうした機械は転送装置などと呼ばれる。また、宇宙船などで長長距離を一瞬にして移動するワープなどと呼ばれる技術も参見される。現実世界において、この能力を持っていると自称、または噂される者も,もいる。その真偽については定かでなく、科学的には不可能とされる。 マたマジックにおいては、主に脱出マジックの頂上現象的説明として持ち出されることが多い。どちらにしろ現実に使われる、この言葉は移動が瞬間的であることよりも障害物を通り抜けて移動することに重点を置くことが多い。テレポーテーションという言葉を使用した物理学の用語に量子テレポーテーションがあるが、これは物質が瞬間移動するわけではない。 ありがとうございます。